はい、みなさんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、実験スライムゼリー80個使って超巨大食べれるスライムゼリー作ります。ということで今日はこの実験スライムゼリーをはい、ドドンと80個用意しました。まあ、セイキン TV 今までスライムの動画をたくさん作ってきたんですが、食べれるスライムは今回初ですね。これを大量に使って作りましょう。はい、ということで今箱から出してみたらものすごい量ですね、これ。それでは早速やりましょう。はい、今回使うのはこちら、作って食べる実験スライムゼリー。パッケージの裏に作り方が書いてあります。まあ使うものはここに入ってる粉と水だけですね。それを混ぜ合わせていくことで食べれるスライムゼリーができるということです。ちなみに中身はこちらです。端からベースの素、トロトロの素、スライムの素、この3種類ですね。でまず最初はこのベースの素を使うので、これを80個分もう一気に鍋に入れちゃいます。ほい、うわー、はい、これでベースの素すべて入れ終わりました。すごい粉の量ですね。さあ次はこのトロトロの素をボウルに入れていきます。はい、 OK、 これまたすごい量ですね。最後はこちらスライムの素をボウルに移していきます。よし、これでスライムの素も OK です。では次はですね、これベースの素なんですけど、ここに水を入れていきます。でいきましょう。よーっと、うわ、すごい色だなこれ。大丈夫これ、すごいな。さあご覧ください、水入れたら色はすごい変わって、なんていうか緑っぽい水になりましたね。では次はですね、このベースの素のところにトロトロの素を入れます。で基本的にね、こうかき混ぜながら入れていきます。はい、いきましょう。うわ、これでトロトロになるってことかな。少しずつ入れていきますね。何の料理ですかこれうわ、色変わってきた、色がピンクになってきた。ちょっとダマになりやすいのでこれを使おう。よし、再開。はい、かなりトロトロになりましたね。もう手がね疲れるぐらい重いです。はい、最後の仕上げです。このスライムの素を入れれば完成です。うわ、うわ、なんじゃこりゃ。お、お、お、青っぽくなってきたんじゃない？うわ、やばこれ。うわ。お、一気にとろみが増してきましたよ。スライムっぽくなってきたよ。はい、ということで食べれるスライム完成。すごいことになりましたねこれ。見てこの弾力、やばいですよほら。いやすごいのができましたね。この伸びですよこれ、ほら、すごいスライム。本当に弾力が強くてしっかりしてますね。で、これで終わりじゃないんですよ。これただのスライムじゃなくて食べられるスライムですか。いやー、それにしてもね、スライムは数々作ってきましたが、食べるのは初めてです。いつか食べたいなと思ってたんですよ。それではいただきます。どんな味なんだろうね。でもソーダっぽい味がするのかな、きっと。うわー、すごい弾力。うん、重い弾力ですね。ちょっとシュワシュワする。うん、意外とソーダ味で美味しい。味やばいんじゃないかなと思ったんですけど、意外と美味しいです。あ、ね、まさにねるねるねるねみたいな感じだと思うんですけど、でも、それ以上に弾力があります。これ一気にいっぱい食べるといけないやつですね。喉に詰まっちゃうぐらい弾力があります。
まあ味はね、意外といけます。まあお子様が好きな味かなと思いますね。この袋でいったら今3パック分ぐらい食べないんじゃないですか。ただ一度に食べ過ぎると多分砂糖とかやばいよね、これね。これは一時保存ですね。いやー、今回はね、初めてスライムを食べることに成功しました。まあそれにしてもうまくできてよかったです。それではまた次回の聖金 TV でお会いしましょう。 See you next time! You won't get up, so keep your head up. 隠し